お待たせいたしました。こんにちは。こちらは日本のタトゥーショップスタジオです。担当のパスモです。よろしくお願いいたします。はい。それでは、本日は何をお求めですか？はい。はい。初めてなんですね。かしこまりました。それではですね、まず当店のメニューをご案内いたします。はい、まずはですね、こちらのタトゥーガンを使って直接肌に絵を彫っていくタイプのものと、はい、こちらの美しいタトゥーシールのご案内ができます。本日はどちらになさいますか？はい、背中にレモン1個分の大きさくらいのタトゥーを彫りたいんですね。はいはい、あ、はい、タトゥーシールも試してみたいんですね。かしこまりました。ありがとうございます。それではですね、少々お待ちを。はい。それではこちらの同意書の方にですね、サインと身分証の提示をよろしくお願いいたします。はい。こちらの方にですね、はい。サインをお願いします。はい、はい、ありがとうございます。では身分証の方よろしいですか？はいはいはい、ありがとうございます。はい、ではですね、背中に彫りたいタトゥーのデザインはもうすでにお決めですか？はい。あ、はい。あ、なるほど。うん。海の生物がお好きなんですね。はい。海の生物。はい。私のデザインを見て検討したい。かしこまりました。はい、良いデザインがございます。海のデザイン、海のデザインですね。少々お待ちよ。うん、そうですね、お客様に合う海のデザインは確かここに以前私が考えた、あ、こちらですね。見えますか？はい、まずはこちらのクラゲです。そして魚、そして人で、こちらはホラガイ、そして海をモチーフにした草花でございます。失礼しますね。おっと、見えますか？このような感じですかね。もう一度いきますね。
クラゲ、魚、人で、ホラ貝、そして海をモチーフにした草花でございます。はい、失礼します。少しオリエンタル調にデザインをしたものでございます。こちらのデザインでしたらすぐにご案内ができるんですけれども、いかがなさいますか。はい、かしこまりました。ありがとうございます。それでは今回はこちらのクラゲでよろしいですか。はい、よし、ではですね、それではですね、次はタトゥーシールのご案内にさせていただきます。今私がこちらにつけているタイプもタトゥーシールなんですけれども、こちらも分かりますか。こちらですね、はい、こちらもタトゥーシールになっております。こちらと同じものがですね、じゃん、こちらになっております。これはレースのデザインのタトゥーシールでございます。はい、もっと近くでお見せいたしますね。このような形でございます。この紫と薄緑のレースですね、とても儚くて、でも大人っぽくて、とてもおしゃれなタトゥーシールでございます。はい、なので私のようにこのようにですね、首につけていただく方もいらっしゃいますし、あとはこのデコルテにつけている方もいらっしゃいます。こちらのデコルテにつけていく方もいらっしゃいます。あとはこちらの腕だったり、あとは背中だったり、いろいろ使い分けができるタトゥーシールだと思います。はい、あとですね、こちらも人気でございます。じゃん、こちらです。これは蝶のタトゥーシールでございます。はい、こちらもですね、少しオリエンタル調でありながら、でもまたこれも儚いステンドグラスのようななんとも美しいタトゥーシールでございます。赤、ピンク、緑、黒、黄色といったですね、複雑な色合いが合わさっている蝶のタトゥーシールでございます。はい、こちらもですね、私と同じようにこちらに首につけていくお客様もいらっしゃいますし、デコルテ、あとはハロウィンですとこちらのお顔につけて楽しんでいかれる方もいらっしゃいます。はい、でこちらの蝶のタトゥーシールは水着とですね、相性がとてもいいので、
腰周りにつけていただいたりとか、あとはお尻とか、そうですね、あと太ももなどにですねつけていただきますと、とてもこの腸が生えまして、はい、おしゃれなファッションの一部になると思います。はい、ではですね、今回はこちらの2つご案内できます。いかがなさいますか？あ、かしこまりました。今回はこちらの私と同じレースのタトゥーシールですね。はい、ご案内いたしますね。はい、それでは以上でこの2つのメニュー内容の確認になったんですけれども、もし途中で気が変わって変更したいという場合はですね、お気軽に私にお申し付けくださいね。よろしくお願いします。はい、それではですね、準備の方をしてまいりますので、しばらくお待ちください。ハロウィンまであっという間ですのでね、楽しんでいきましょうね。はい、それではですね、お客様、まずはこちらのタトゥーシールから始めていきたいんですけれども、まずはこちらのシールをですねつける際に、首の汚れを少し拭き取らせていただきます。はい、まずはこちらの水スプレーを使ってですね、首元にシュッシュッと吹きかけて、こちらのですねパフでちょっと拭き取らせてください。よろしいですか？はい、では失礼いたします。はい、はい、はい、失礼します。大丈夫です。では少し乾かしますので、そのままお待ちください。失礼します。それではですね、よし、首にタトゥーシールを貼りながら、上からこ
この水を含ませたコットンでですね、場所はこちらでよろしいですか？はい、よし。ではつけていきます。失礼します。つけますね。はい、失礼します。来ました。ちょっと上から押さえますよ。はい、それではですね、紙を滑らせながらシールの台紙を剥がしていきます。はい、ではですね、失礼します。よし、きれいに貼れましたね。少し余分な水分を取ります。はい、お待たせしました。着きました。はい、よし。なんか実際にちょっとつけてみて違和感とか大丈夫そうですか？はい、かしこまりました。このシールはですね、1日を目安に楽しんでいただきたいと思います。はい、ですぐにこれ水でまた湿らせればペロって剥がせますので、はい、では次がそうですね、休憩挟みますか？大丈夫ですか？はい、かしこまりました。次は背中にクラゲを掘っていきたいんですけれども、はい、では上半身裸になっていただきたいんですね。で、こちらの
カットソーに着替えていただきたいんですね。はい、ではこちらお渡しいたしますので、ゆっくり着替えてこちらの席でまたお待ちください。お待たせいたしました。大丈夫ですね。はい。それではですね、お客様、後ろを一度向いていただきまして、私に背中を向けていただきたいんですけれども、はい。それではですね、まずはタトゥーを彫る際に背中の毛を一部剃らせていただきたいんですね。はい。針がうまくスムーズに動くように毛を剃らせていただいております。なので、はい、こちらのですね、クリームを使って彫るところの毛を剃ってもよろしいですか？かしこまりました。はい。はい。はい、では失礼します。しました。ではですね、カミソリで軽く剃らせていただきます。もし何か違和感がありましたらすぐに教えてください。はい、じゃあ失礼します。終わりました。はい。大丈夫です。ではですね、この剃ったところにですね、下絵を、クラゲの下絵を転写したいんですけれども、はい。そうでした。はい、こちらのですね、台紙にクラゲの絵を背中につけてですね、絵を写していきたいなと思っております。では、位置はここら辺でよろしいですか？クラゲの絵を描く。大丈夫ですか？はい。では、ちょっと下絵を簡単に描かせていただきますね。失礼します。
たいですか。ごめんなさいね。こんな感じです。あ、これがくすぐったい。あともう少しで終わります。下絵がついております。はい、よし。ではですね、よし、よし、このタトゥーガンで直接肌に絵を彫り込んでいきたいと思います。それでですね、個人差はあるんですけれども、痛みが伴います。チクチクチクといった感じの痛みなんですけれども、もし痛かったらすぐに教えてください。はい、休み休み動かしていきますので。でも大体のお客様は寝てしまいますね。はい、よし、よし、じゃあ始めていきます。失礼します。
そう、ではですね、次はここの針を変えてですね、シェーディングを入れます。色の濃淡をつけていきたいので、ちょっとですね、太い針に変えますね。そしてまあちょっとまた痛みがね出るかもしれないんですけれども、また何かあったら教えてください。はい、失礼します。
きました。よし、あ、まだそのままで、保護シート入りますので、保護シートを貼りますので少々お待ちください。じゃあちょっとありますね。つけました。ですね、今掘ったところが腫れてますので 3,4 時間はちょっと様子を見てください。で、もしかしたら痛みがですねまた出てくるかもしれません。その時はこちらのホレーシートをですね、こうさっきの患部のところにこう当てていただきたいんですね。そうすると痛みが緩和しますと、緩和すると思うので、こんな風に気持ちいいでしょ。はい、こんな感じで当てていただければ楽になれると思います。はい、じゃあ私しますね。はい、どうぞ。はい、よし。それではですね、この後アフターケアについてご説明させていただきたいと思います。先ほどのお客様のお洋服にですね着替えていただきまして、隣のお部屋でご説明させていただきますね。はい、それではですね、ゆっくり準備して構いませんのでよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。